どうも。今回はこちら。ああ、東大の、学食。いやー、まあ確かに、氷川学食だけど、安田講堂、正式名称、東京大学大講堂だよ。これは、安田さんの寄付で作られたから、こういう名前なんだね。当時、天皇がいらっしゃるというのに、陛下がお休みになる便殿もない。というのを聞いた、安田善次郎さんが、100万円を寄付して、それで建設されたよ。100万円か。ちなみに、2014年の耐震改修では、23億円かけてるよ。100万円で作って、23億円で改修か。今では綺麗に修復されてる安田講堂だけど、しばらくはボロボロで、使えない期間があったよ。これは、旅順攻防戦。いや、安田講堂事件。いや、東大で何しちゃってるの？テロリストでも立てこもったの？うんにゃ、学生が立てこもったよ。なんでや、学食失守？いや、当時はここに学食はなかったみたいだけど。あ、でも全教頭というのは聞いたことある。どんなものかははっきり知らないけど。今からは想像できないけど、当時は日本中に、いろんな大学生の組織があったらしい。マジでか。1969年というと、高度成長期終わり頃だから、日本が元気な時代だよね。それで学生も元気だったのかな。そうかもねー。学部学生だけじゃなく、院生とか教職員の組織もあったらしい。おお、教職員まで。で、そういういろいろな人々が、小さな違いを乗り越えて連合したものが、全学教頭会議、略して全教頭と呼ばれたよ。ふむ、作られた目的は？各大学に全教頭があって、目的は様々だそうな。へぇ。大雑把に言えば、大学とか政治とかに、いろいろ要求したり反抗したりということかな。なるほど。で、学生運動の組織は、戦後間もなくからあったんだけど、全教頭というのは、1968年頃からできてきたと言われてるよ。1968年というと、佐藤栄作首相の、小笠原返還の年かな。ところで、これ以前の学生の組織というのは、なんかいっぱいあって混乱するので、スルーしようと思ったんだけど、とりあえず大雑把に見ておくと、1948年、大韓民国と北朝鮮ができた年。日本はまだ、連合国軍によって占領中か。まだマッカーサーがいる頃。マッカーサーさんね。日本の145の大学の、学生自治会の連合組織として、全日本学生自治会総連合ができたよ。名前が長くて覚えられませんが、略して全学連。全教頭とごっちゃになりそう。全教頭より20年も前の話。ふむ。この全学連は、日本共産党の影響が強かったそうだけど、だんだん、日本共産党の方針に、賛同できない学生が増えてきたようで、そういう学生が作った組織が分と。これは覚えやすくてよろしい。全学連がなくなって分とになったの？うんにゃ、分とって呼ばれる集団が、全学連を主導する形になっていったそうな。ふむ。学生自治会はあくまで学生自治会か。1960年の安保改定に対する安保闘争は、この分とが中心になったそうな。ふむ、この写真は前に見た。こんなに盛り上がったにもかかわらず、安保条約改定を止められなかったということで、この後しばらく、学生運動は沈静化。岸信介首相は辞めちゃったけどね。安倍晋三さんのおじいさんね。ただその後、1965年から、アメリカ軍が北ベトナム爆撃を本格化させ、ベトナム戦争激化。米兵連っていう、学生に限定しない運動も起こり、学生運動も、反戦を掲げて、また盛り上がるよ。そして1967年に羽田事件が起こるよ。これは、何を？佐藤栄作首相が、外国訪問をしようとするんだけど、ベトナム戦争に協力させるな。ということで、学生組織を中心に、2500人も集まって、警視庁の機動隊と衝突したよ。おう、今では考えられないな。この時に採用された学生の装備が、学生運動の由緒正しい装備となったそうな。それは一体どんな装備？こんな装備。ヘルメットと棒？違うよ。ゲバルトヘルメット。ゲバルト棒。結局棒じゃん。ゲバルトスティック。ドイツ語英語ごっちゃに。このゲバヘルとゲバ棒が標準装備となるよ。ヘルメットと角材ね。ゲバルトスティック。いやもういいから。この事件では、警察官の負傷者840人に対し、学生、一般人の負傷者は22人だったそうな。警察の皆さんは、学生に怪我させないよう気を使ったんだろうね。違うよ、ゲバヘルの防御力の低下だよ。いや普通のヘルメットでしょ。それはさておき。またエコー来るかと期待したのに。こういう、学生運動が盛り上がってる流れで、
1970年の安保条約自動延長も意識され、また、沖縄返還についても注目され、いろいろと、学生運動が盛り上がるネタがあったと。うむうむ。政治的問題だけじゃなく、授業料値上げ反対とか、大学の民主化を求めて、いろいろな大学で、バリケードストライキが、行われるようになるよ。学生がストライキ？大学の建物を、バリケードで封鎖して、授業させないようにするよ。おう。ただサボるのならいいけど、それだと大学は困るね。そんな中、あの東大でもインターン闘争発生。何それ。戦後ずっと、インターン制度というのがあったんだけど、これは、医学部生は、1年間研修医として過ごさないと、医師国家試験を受けられない、っていう仕組みだったのね。それがなぜ問題に？ 1 年間はほとんど無給で働かないといけなかったから。おう。これに対して、東大医学部生を中心に反発。東大医学部。エリート中のエリートの学生も活動的だったのね。1968年1月末に、医学部の4学年すべてで、ストライキが行われたよ。え、石の卵がバリケードを？それはわからぬ。ふむ。この過程で、17人の学生が処分されたけど、一人、関係ない学生が処分を受けたそうで。それはかわいそう。このことで、医学部生の怒りがさらに燃え上がったよ。おう。でもまだ医学部だけなのね。ただ、対立が強まって、6月には、他大学の医学部生が加わって、安田講堂を占拠。うわ、問題が大きくなった。これに対し、大学側は、機動隊の出動を要請。おう、ついに警察が。で、これに対しては、学生だけでなく、教員の中にも、大学の自治を犯す暴挙だ、と考える人が多かったそうな。ふむ。その影響で、医学部だけの問題じゃなく、すべての学部がストライキを始めたよ。ああ、どんどん問題が大きくなっていく。翌月7月には、東大全教頭結成。これで、学生たちが違いを超えて手を結んだと。でも、全部が全教頭というわけではなかったそうで。全教頭に集まったのは、審査翼系とノンセクト。待って。審査翼系とは？左翼は左翼でも、日本共産党から離反した系統だそうな。ああ、ここに書いてある年表で言うと。文ともそうだっけ？うむうむ。で、ノンセクトは無党派と。うむうむ。じゃあ全共闘以外というのは、日本共産党とつながりが深い系統？日本民主青年同盟、民政と呼ばれたよ。それ、今回初登場だけど、いつできたの？民政はもう、大正時代終わりからあったようだ。そんな頃からか。でまあとにかく、1968年6月以降、東大では全ての学部がストライキに入っていくけど、学生がストライキというのに違和感が、中学部中、旧学部は全教頭が指導、教育学部だけ民政系が指導、という状況だったそうな。この時は全教頭の影響が大きかったのね。ただやっぱり、ストライキが延々続くと、せっかく東大に入ったのに、授業受けられないってどういうこと？と考える学生も増えていくよ。そりゃそうだね。で、民政系の学生たちが、ストライキ終結に方針転換。それで今度は、全教頭系と民政系の対立が始まり、全学部バリケード封鎖しようとする全教頭系と、それを阻止しようとする民政系。全国から人が集まって、お互い7000人同士で睨み合ったそうな。7000対7000って、合戦じゃないか。っていうか、その絵は違うでしょ。いや、いい絵がなかったから。でもさすがにこの時は、全教頭内部でも、全学バリケード封鎖はやりすぎやろ。ということになって、実行されずに済んだそうな。合戦にならなくてよかった。ちなみにこの1968年11月は、東大総長と全学部長が、責任を取って辞任したよ。ふむ。で、翌1969年1月、秩父宮ラグビー場にて。え、ラグビーで決着をつけるの？何を言っとるのかね君は。総長代行となった、法学部加藤一郎教授が、東大七学部学生集会を開催。民政系の学生や、一般学生と話し合いの末、10項目の確認書を取り交わし、一応これで問題の収集、ということになったんだけど、もちろん、関係した学生全員が、この集会に参加したわけではなく、逆に反発を強めて、学内各所のバリケード封鎖を進めた人々も、私たちのいないところで、勝手に合意してんじゃないよ、ということかな。多分ねー。ということで、選挙を続ける学生に対しては、大学は、1月16日、警視庁に機動隊出動を要請、各所のバリケードを解除し、最後の砦で、安田講堂を包囲するよ。おお、たった3人で。それどこのサイヤ人。8500人の機動隊員が投入されたそうな。広攻めかよ。
ただやっぱり、機動隊側には、なるべく怪我をさせないように、という配慮があるので。でも学生側だって角材でしょ？ケバルトスティック。ああ、はいはい。ケバルトスティックなめんな。この時はさらに、火炎瓶や投石。さらに怖いことに、ガソリンや硫酸までばらまかれたそうな。ガソリンプラス火炎瓶とか、硫酸とか、それは勘弁してください。なので例によって、警察官の負傷者の方が、圧倒的に多かったそうな。おう。それでも1月19日には、屋上で最後まで粘っていた全教頭学生90人を、機動隊が取り押さえて、安田行動制圧完了。おう。警視庁の記録では、学生633人が検挙されたそうだけど、東大生は38人だったそうな。え、どういうこと？実際にはもっと多かったという話もあるけど、別の大学からやってきた人が圧倒的だったのね。逃走の爪痕は凄まじく、教授室などは崩壊、明治時代から保管されていた貴重な書籍の原書も、弾を取るために燃やされちゃって、貴重な鉱石や化石の標本も、投石でぶん投げられて行方不明。おう。さらに大変なことに、1969年の東大入試は中止。それは受験生かわいそうだわ。東大合格のために必死で勉強してきたでしょうに。おかげで翌年の東大入試はいつもにも増して超絶難関になってしまったよ。前年に受けられなかった人が受けに来るもんね。ちなみに当時現場を指揮していたサッサー敦之さんは鉄球破壊作戦を思いついたそうだけど、さすがに安田行動を粉砕するのはどうなの？ということで取りやめたそうな。そりゃそうよね。でもこの作戦は、浅間山荘事件で生かされたよ。山荘ならいいのね。この後安田行動は、壊れたまま物置として使われ。安田行動が物置って君。1989年にやっと修繕が終わって、その後は卒業式とかで使われてるよ。で、地下食堂もできたと。うむうむ。ということで、ちょっと東大の学食行ってくる。じゃ。半額メニューあるのか。いや、学食だからもともと安いのか。ま、いいか。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。